古民家を改装したカフェができたと聞いて知多市にやってきました。それがこちらです。一見カフェだと言われなかったらそのまま通り過ぎてしまいそうですよね。それでは行ってきます。通りから一本入った場所にオープンしたカフェノバタン。カフェとは思えないような佇まいですが、一歩お店に踏み込むと昭和にタイムスリップしたような純和風の趣のある空間が広がります。なんか本当おばあちゃん家に来たような感覚になりますね、はい、ここは築何年ぐらいになるんですか？ここは築約80年になります。もともとは僕のひいおばあちゃんにあたる人が助産院を、助産院、はい、開いていて、はい、で僕のおばあちゃんが、住んでお母さんが住んで僕が住むっていう形になりまして。いいですね、はい、そこをどうしてカフェにしようと思われたんですか？僕自身が、ちょっとゆっくりしたいという思いと、ここら辺にゆっくりできる場所がないなっていうことが大きなきっかけで、昔ながらの家を残したい、そしてそんな家の中でみんなにゆっくりしてほしいという思いでお店を開いた片山さん。片山さんが作る料理は体に優しく栄養満点。ランチのせいろ蒸しには地元の農家から仕入れた無農薬野菜をできるだけ使っています。この日は少し珍しい黄色い人参が入っていました。地元の契約している農家さんが黄色い人参取れたよって持ってきてくださって、味も普通の人参よりもとても甘い。自家製ダレは豆腐ダレとポン酢の2種類。黄色い人参はまろやかな豆腐ダレでいただきます。本当だ、普通の人参よりも甘みが強いですね、はい、続いてはさつまいもをポン酢でいただきます。ホクホクで甘みもあって、お野菜がたっぷりいただけるのでこれは嬉しいですね、はい、健康にもいいと思います。オープンしてから2ヶ月ほどが、はい、立つということなんですけど、はい、どんなお客様が？もともと助産院を開いていて、そこで私産んだのよっていう、おばあちゃま方が結構多く来てくださって、私はどこの部屋で産んでって、私はここの部屋でっていうお話も、よく聞きます。嬉しいですね。はい、嬉しいです。ランチは他にも片山さんオリジナルのトマトカレーライスもおすすめ。トマトをたっぷり使った辛さ控えめ、子供でも食べやすいカレーです。トマトがたっぷり入っているので、そのカレーの辛いという感じよりかは結構さっぱりといただけるといった、そんな感じですね。普通のカレーよりもサラサラっと食べれるカレーで、子供からおばあちゃんまで食べていただきます。カフェノバタンに来たら片山さんお手製のスイーツも食べてみてください。ガトーショコラはしっとり濃厚、紅茶との相性も抜群です。オレンジの皮まで使った自家製オレンジジャムで作るパウンドケーキ、一口食べればオレンジの爽やかな香りがふわっと口いっぱいに広がります。ではオレンジの香りがすごい広がりますね。中に何か入ってますよね。オレンジのピールまで使った、自家製のジャムが、はい、自家製の、はい、やっぱ自分で作った方が香りも味もやっぱり一番良かったので、いやもうここのカフェに来たら本当おばあちゃん家に来たっていう雰囲気が味わえるので懐かしい気持ちに浸れますね、はい、昭和にタイムスリップしたような温かい気持ちになれるカフェノバタン。懐かしいあの頃の思い出が蘇ってくるような気がします。カフェノバタンは知多市立岡田小学校の近くにあります。